重さが出ないで、ここをはい、こんにちは、札幌占い美容師相馬橋の後藤です。今日もやっていくんですけど、パーマかけたいということで、これは前回かけたんですもんね。そうですね。で、デジタルパーマをかけて、はい、あんまりかかってなかったので、濡れた状態でセットする、しな、乾かしちゃいますか。乾かしちゃってますね。はい、ということで、多分コールドはもうその時点でなしだと思うので、それでもいけるようにデジでちょっとやっていきたいと思いますね。お願いします。はい、なんか考えます。はい、ということで、なんか今全然多分このデジが出てない状態で、まあそこまで波打つって感じにはならないのはもう想定できるんですけど、まあもうちょっとこの辺からかかってる感じにして、前髪はかけなくても、前髪ちょっとかけたいです。前髪かけたい。はい。はい、限定動画になっちゃうそうですね。デジコアパーマ、前髪ドライングパーマっていう感じで、うちオリジナルのパーマでちょっとやっていきたいと思いますので、やっていきます。見えますでしょうかね。これ今ビフォアの状態なんですけど、結構意外とかかってるっていうか、かかってるんですよ、濡れてる時で。結構ダメージが前回のパーマで出たような感じなの で、さっきのドライの状態ぐらいしか出せないということは、結構これでウェーブ強く出すのは難しいかなっていうのと、この下の方は意外とパーマかかってるんで、あんまり強くやらなくてもいいのかなっていう感じがするんです。薬剤の設定はちょっと弱めでいこうかと思います。このアンセスの 7.8 を使います。これと GMT10% スピエラが 5% だけですね。はい、それに、界面活性剤を入れてちょっと幅得していけるような、で、その前にプレ処理でムササビトリートメントをちょっと全体につけていきます。で、ムササビつけて少し髪をちょっと栄養を補給してあげてからかけていきたいと思います。その方がパーマ液が反応するので、まあ、全体にムササビをちょっとつけます。特にちょっと毛先の方ですね、ちょっと多めにつけていきます。で、前髪はドライングパーマでかけます。前髪も薬剤は一緒でかけていきます。前髪はデジはしません。ちょっとやって見てれば分かるな。とりあえずやります。はい、で皆さんこの状態で、泡とく、これですね、ポンプで、泡でつけていくんですけど、で、この泡でつける位置っていうのが、この、プレミアムロット、スマートロットっていうのがあるんで、このロットを使うと、ペーパーつけなくていいので、これで僕はやります。で、どういう風にやるかっていうと、この状態でここもカールついてるんで、上からカバーをやって、ちょっと引っ張ってくるくるくるってこう巻き込んで、ゴムするわけですね。で、ゴムちょっと下側でして、こういう風にアールピニングしといた方がいいです。はい、こんな感じでパーマがかかって、で、毛先のラインがちょっと、揃ってなかったのと、ちょっとダメージがあったので2センチぐらいちょっと落としました。で、落とし方としては、どういう風に落としたかというと、結構ですね、今回重ため重いんですけど、さらに重たい感じのテイストにちょっとしたくて、ということで、結構前側が重いんですね、ここら辺が。で、あえてそういう風に切るんですけど、その方が多分仕上がりがちょっとかっこよくなると思うんですよね。で、例えば下向いて切ると、ここを切ったとすると、はい、ちょっと上げてください。そうするとここに段が入っちゃうんですね、こういうふうに。そうするとどうしても重さが出ないんで、どうやったら重さが出るかっていうと、ちょっと上を向いてもらって、ここをバツッと切ります。こういう R でカットしますね。で、切るときは前に持ってきて切るんですけど、前に持ってきて、コーム、あんまりね、コーミング入れないんですけど、自然にこうちょっと切ります。こんな感じで、で、戻すとどうなるかというと、表面のここの毛が戻した時にこう後ろにこうなってる毛が前になることで、ここが重くなりますよね。そうするとここが外ベースラインに見えるんですよ。そうするとより重く見えます。で、耳かけたりした時もちょっと重いラインでかっこよくこう波ウェーブ風に見えるんで、
まあそれがいいかなと僕は思いますので、そういう感じがいいかなと思います。でウェット時点でもまあウェットはこういう感じにはなっちゃうんですけど、これでも全然使えるレベルですし、さっきのダメージレベルから考えてもこのぐらいでかかってればもう悪くはないかなというふうに僕は思います。手触りもそんな悪くないので、で彼女のスタイルをもう一回ちょっと説明すると、結構より髪の毛が重いけど重い感じのウェーブにしたいんですね。なのでより前に重さを貯めていきたいっていうことなので、上を向くと、はい、何回でもまあ動画で結構やってるんですけど、上を向いてカットするとしますね。そうするとどうなるかというと、ここで切ります。そうすると戻した時にこれが表面の正面から見た時の、ここのサイドの毛っていうんですかね、ここが一番長いところになるんですよ。ということはより重くなるんですよね。で例えば下を向いてカットするとどうなるかっていうと、ここをカットします、バツッと。そうすると顔を上げた時に段が入りますよね。そうするとこういうちょっと軽めの、シャギーが入ったようなスタイルを作れます。なので、まあお客さんにちょっと上向いてもらったりとか下向いてもらったりっていう形でカットしていくといいと思います。一番危険なのは重くしたいのにお客さんが本読んでて、ちょっとコミュニケーションがあまり取れてない状態でお客さんが本読んでて下向いてる、そこでカットしてしまう、切り終わったら段入れたくなかったけど段入っちゃうみたいな、そういうことが結構あるんですね。なので、彼女の場合はちょっとより重ための波ウェーブ風のパーマをデジコアパーマでちょっと演出したかったので、そういう風に簡単に切りました。で、結構後ろにこう引き出してもう切れるんですけど、カットも一瞬で切りましたよね。そうですね。もう本当 2,3 分ぐらいで、でそれぐらいでいいんですけど、結構後ろから例えばこうやって切ったりとか、まあ、いろいろ皆さんやるんですけども、僕の研究結果によるとそれ全く意味がなくて、ほんとシンプルに前に切った方がいいと思います。なぜかというとお客さんこういう風にしてることって多分平野ノラぐらいしかいないと思うんで、こうしますよね多分ね。ですよね、平野ノラぐらいしかいなくないですよ、こういう風にしてるバブルで。バブルで結構昔の美容業界ってここでカットライン作ったりしてたんですけど、全くここどうでもいいんですよね、ぶっちゃけないです、今の時代に合わせていくと。なのにもかかわらずここでラインを作るのを教育して教えてるから、いつまでたってもカットが早くならなかったりとか、前に持ってきた時のイメージが全く変だったりとかするので、切り直したりする時にまた一から切っていかないとダメみたいな感じがあるので、そこが僕の研究的にはもっと簡単に考えていいんじゃないかなっていうので、そういうので教育システムを作っていかないと、これからの次世代の子たちがちょっと遠回りしてしまうって僕は思ってるんで、もっと最短でやって違う部分で、勉強していけたりとかした方が最短でカットを覚えるのかなっていうのは思ってます。はい、ってことですね。はい、ってことだけです。で乾かしていきます。はい、で今、右は自然乾燥でまだ乾かしてない状態ですね。で、前髪はドライングパーマはこういう感じにかかるんで、ちょっと前髪見えますでしょうか。結構ふわっていうこういう感じの前髪が起こっている感じにかかるんで、ドライングパーマは本当に、また違う動画とかで全体のドライングパーマとかもお伝えしたいと思います。結構これは本当使えるパーマなので、でこちらデジコアパーマの方はこのぐらいのボリュームも出せます。で右側はこのウェットの感じ、波の大きさが右と左でちょっと変わりますよね。右ウェットの方がちょっとこう小さめになるんですけど、乾かすとちょっと大きいウェーブにこうなる感じです。なんでちょっとこれで撮ってみるとまた雰囲気がちょっと違うように見えるのかなっていう感じがするので、洋服になると分かるかな、雰囲気が。こういう感じに違う感じです。はい。こういう違いがちょっと出せるんで、こんだけのパーマがこうかかるんですね。で、右側もちょっと乾かしていきたいと思います。